川野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、あ、どうも、どうもありがとうございます。やりました。何をやったかと言いますと、こちらです。届きました、荷物が。ね、これね、住所書いてあるから。ね、送料、140円かかってるよ。ね、はい。ということで、開けてみます。何が届いたんでしょうか。どうやって開けようかな。ちょっとうるさいんですよね、このね、扉がね。ここを切ろうかな。ここを切りましょうか。横。中身が切れたら困るから。はい。さあ、横からです。横から出ました。はい。で、さあ、あ、どうしようかな。こうしようかな。はい、ありがとうございますって、こうね。あ、ちょっと手が見えてる。手が見えたぞ。なんだ、これは。ということでね、俺は買ったの知ってるからいいんですけど。ですね、これはですね、ね、前にも動画を上げましたね。ちょっとね、あ、はい、こんな感じでね。これね、中身はね、ちょっと見せられないと思うんだよね。はい。これはですね、あ、これこうなっ、あ、あ、そういうことね。あらら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 ら、そういうことね。これね、あれ、切り取り線、切り取り線、これ、あれなんだな。冊子ですね。あの雑誌のね、えなこさんですね。これさ、ここに切り取り線があってさ、雑誌とかのね、なんつうの。でもさ、これさ、こっち側から見えちゃってんだよね。あれっていうね。あ、そっか、これ切っちゃったのね。雑誌、ここ、雑誌のこの、なんていうの、このね、ここを本当は切ってみてくださいってやつなんだけど、その外側から切れたから、これ中見えちゃってんのね、これね。そういうことか。ね、これね。はい。で、もう、あれ、これなんだこれ。これ何これ。あれ、俺、冊子もっといっぱい入ってんのかなと思ったら、これ違うのね。グラビアのページかな。グラビアのページが一緒に送られてきたっていう、ただそれだけかもしれない。あれで、これ応募者全員、ん？クオカード応募者全員サービスとかで、ほら。なんか応募券付きとか書いてあったけど、なんかね、はい。何これ。あ、これか、応募券。これだ。これこれ。クオカード。いつまでだろう。5月12日だってよ。5月12日締め切り。ね。残念。切れてる。なんだこれ。そういうことなの？はい。これグラビアのやつ、雑誌のやページを切っただけだね、これね。あー、そういうことね。これ350円したんですけど。あら、そうですか。あー、なんか変なの買っちゃったかな。まあ、いっか。ね、買っちゃったよ、もう。うん。ってことで、以上です。はい、これ。中身、ほら、あんまり見ちゃまずいでしょ、これ。ね。なんか、あ、こっちの方がいいか。ね。ほら、写真集も発売されてるよ、みたいなね。こんなんね。雑誌の切り抜きでしたね、これさ。うわ、350円だ、これ。あー、そっか。まあ、いっか。はい、以上です。どうも、どうも、ありがとうございました。うわ。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけど、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。